現地時間29日、イングランドプレミアリーグは第6節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームのオールド・トラフォードにトッテナムを迎えた。5試合を終えて、共に2勝2敗1分けで並んでいる両者、これ以上、シーズン序盤でつまずきたくない両チームだが、トッテナムはミッドウィークに行われたヨーロッパリーグでソン・フンミンが負傷し、エースを欠いてシアター・オブ・ドリームスに乗り込んだ。 すると開始わずか3分に試合が動くラッシュフォードからボールを奪ったファンデフェンがスピードに乗ってそのままユナイテッドのゴール前まで突進デリフトを振り切ってエリア内左から折り返すとファーポストでフリーとなっていたブレナン・ジョンソンが難なく押し込んでトッテナムが最先よく先制するその後もアウェーで攻勢を続けるトッテナムは11分マディソンがクルゼフスキとのワンツーでエリア内に侵入 しかし、チップキックでのシュートは GKO7 が体に当てて防ぐ。20分には左サイドを抜けたウドジェから中央のクルゼフスキを経由してエリア内右でボールを受けた B ・ジョンソンが右足を振り抜くと、抑えの効いたシュートが左のポストを叩いた。主勢の続くユナイテッドの決定機は22分、ガルナチョのパスを受けてエリア内右に侵入したメイヌーの折り返しをザークツィが押し込むも、 これは GK ビカーリオが反応してキャッチした。さらに37分、左サイドからラッシュフォードが入れたクロスを、ファーサイドでフリーとなっていたガルナチョがボレーで捉える。しかし、これは右のポストに阻まれた、トッテナムペースの展開でも徐々にチャンスを作りつつあったユナイテッドだったが、41分にマディソンに対してブルーノ・フェルナンデスが足裏でタックルに行ってしまい、一発退場。 故意ではないとの抗議も通らず、10人での戦いを余儀なくされたユナイテッドは、さらにメイヌーが足を痛めてピッチを退き、代わりにマウントが投入された。